わざとご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハムダラでございます。ベルドラテンペスト、じゃあ使っていきましょう。テンスラコラボが今日のお昼の12時から正式に始まるんで、まあ一応ベルドラはね配布キャラなんで今日の朝4時に来てたんで使わせていただきます。本当はね朝4時に起きて、いやー動画頑張っちゃうぞ、テンスラ来たぞーって思ってたんですけど、起きれるわけはない。朝4時は全然起きれんね。普通に7時ぐらいに起きて、やべ動画撮ろうって感じで今に至ります。はい、じゃあベルドラ使っていくんですけども、こんな感じね。マイスイカウンターキラー、転送壁を持ってて、シールドブレイカーと SS の端子持ってんのよ。だシールドブレイカー持ってるから、なんかこうちょっとクエストで悪いこととかできそう。オールアンチを持ってるから、オールアンチってほどオールアンチじゃないけど持ってるんで、いろんなクエストいけると思います。でストライクショットがね、そうさっき言ったオールアンチなんだけど、14なのよ。なんか微妙なターン数じゃない？14ターンって何なんて思ったら、短縮をしっかりかけてあげれば、22回打てるぐらいの火力になって、設定になっておりますって感じだね。だからベルドラはね、なんだろう、モンスターストライク慣れてる人だったら、結構使いやすい。使いやすいっていうか、いろんなクエストに連れていくことができるんですけど、初めてモンスターストライク、テンスラが来るからやってみようかなって人だと、このストライクショット、って感じ。要は単純に火力が出るんじゃなくて、ギミック無視のストライクショットだから、ちょっと使いづらいかもしんないね。ってのが感想でございます。まあそんなベルドラさん使ってエルドラでやっていくんだけど、ちなみに私先に言います。エルドラでこれ負けます。なんで負けるかっつったらさっきテストプレイしたんだよね、ぶっちゃけ。テストでやってみたら、おー、いけんじゃんいけんじゃんと思ってたらね、電線切り来るのよ。電線切りが完全に即死なのよね。だから、まあ、いや、5体内に倒しゃいいんだけど、なんね、私にできるかっつったらちょっと難しいかなーって感じだから、ご了承くださいって感じ。あ、ちょっと待って、これ、やばくない？これやばくない？次の次で、弾壊して、あ、オッケー、いけた。あぶね、ちょっと焦った。なんかね、すごいテンポよく進むからさ、なんか楽勝みたいな感じだったけど、違う。落ち着いて、これ爆絶よ。あんまり油断しちゃいけない。そう。お、SS 溜まったね。よし。これでオールアンチも打てるから、まあ、オールアンチって疑似オールアンチだけどね。私はこれはね、もうオールアンチと最近認めてないんで。なんでかっていうと、だって、減速壁とかブロック対応しないじゃんってやつ。あ、ミスった。すごいミスった。強っ。エナバありがてー。じゃあ、SS 打ってっか。はい。まあ、さっきのファーストリアクションしたかったな。これね、いいのよ。はい。どう？ちゃんと演出入るんだよ。この、魔力的なももってやつが。いいねー。モンスターストライクさん気合入ってるじゃん。はい。じゃあそしたらあとはね。テンスラの、まあ、昨日一応動画上げたんだけども、似たようなこと言ってきますわ。ガチャで誰が強いか的な。もう正直ベルドラに関しては言うことはそんなにないのよ。まあ、使い勝手がちょっと難しいけど、結構強いよねぐらいに思ってくれればと思います。あのね、テンスラコラボ、ざっくり言うと、ガチガチでやってる人は、みんな未来がある。理由は二つ。転送界を持ってるキャラが多いの。それと、あれなのよ。今回さ、このテンスラコラボ始まったばっかなんですけど、第2弾が確定してるんだよね。理由としては、アニメの第1期の分のキャラしか出てないんで。私、テンスラ個人的にすごい好きなんで、漫画と、まあ、ラノベは見てないけど、漫画と、あれは見てるのよ。アニメは。で、完全にこれ第1期のメンツなのよ。メンツが。エナバ、当たんじゃね？おー、強いじゃん。だから、第2弾はほぼ絶対来ます。鬼滅並みにポンポンって来るかって言ったらわかんないけど、でも結構早い段階で来ると思います。よっと。頼むよ。それい、エナバー。あー、倒せんかった。ここで倒せばなー、キリもよかったんだけど。そう、あと2ターンなのよ。でも、あと2ターン削り切れるか。ここはいけたね。エナバ。あんまりエナバって使いやすくないけどね。個人的には。はい、じゃあ、ボス1突破でございますと。いや、実はね、これ負けても動画にしますよって言った理由がもう1個あって、すごい個人的な理由なんだけど、うちの子供ね、そう、私、一応2児の父ではあるんですけど、うちの子が今日ね、卒業式なんだよね。こんな動画を撮ってる暇はあまりないのよ。でも、撮っちゃう。趣味だから。あ、倒せんかった。嘘！カウンターキラー前提か。そう、だからね、ちゃっちゃか動画を撮り終えて、
支度をしなくちゃいけません。頑張れ私、急げ私。よし、倒したからあとは2ターンか。思ったよりプニョが残ってんだよな。頼むぞ、頼む。あ、やばいなこれ。多分電線食らうわ。多分電線儀食らいます。ひー、だからさっき言った通りにミラクルミンを使用します。だよね。はい、これ即死。お、耐えた。お、耐えた。さっき3万ぐらい食らったんだけどな。あれか、怒り状態とかそういう影響かな。いやー、負けを覚悟した瞬間だったからよかったわ。で、これで覚醒させてまずいから、覚醒魔王になっちゃうからね。エルドラド覚醒魔王いらないんだよ。確かこいつ魔王だよね。あ、違ったっけ。まあいいや。よかったー。なんとかミラクルミン使わずにラスゲームに来れた。はい、じゃあラスゲやっていきましょう。そうそうそう。だからね、個人的に時間がないからもうこのままサクサクいきたいけど、いや、ラスゲマジこれごちゃごちゃしすぎ。改めてやるとさ、エルトラドも難しいよね。今のさ、最新キャラだったらさ、もうこんな友情コンボゲーで終わっちゃうんだけど、言うてさ、今ちゃんと殴って攻略してるけど、やっぱエルトラド楽じゃねえな。うん。楽じゃねえ、このクエスト。とりあえず、確かこいつ回復するから回復倒して、OK。回復倒して、でも残り4ターン。パック溜まってない。ワンチャンパック溜まってればね、即死回避もあり得たんだが。よ、エナバ。エナバ。うおー、めっちゃ入った。つえー。そしてこの演出やっぱかっこいいわ。まあ今は多分入ったのはダメージはね、ほとんどエナバだけどね。お、やったミラクルミン使わずに受けたかもしれん。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございます。ベルドラテンペストを使ってみたけども、何回も言う。使いやすいキャラじゃないけど、ただ、ちゃんと演出が入っているのは、すごく評価が高いです。以上。ねえ、パックね。せっかく連れてきたのに。じゃ、バイバイ。